キュアステーションと連携した機器からデータを管理する方法をご説明します。この動画では連携したスマートフォンでの操作をご案内します。まずはじめにキュアステーションと連携したスマホからデータを預ける方法をご説明します。スマホがキュアステーションの Wi-Fi に接続すると自動的にバックアップを行う設定になっています。新たに撮影した写真などのコンテンツはキュアステーションの Wi-Fi に接続時にバックアップされます。設定を変更したい場合は画面左上のメニューアイコンをタップします。設定をタップします。キュアステーション連携設定をタップします。コンテンツ取り込み設定をタップします。自動取り込み設定をタップします。ここから実施しない、 Wi-Fi 接続時のみ、常に実施から選択できます。任意の設定をタップし、設定をタップします。これで設定完了です。設定画面に戻るには戻るボタンをタップします。今すぐスマホ内のコンテンツをアップロードし、キュアステーションからコンテンツをダウンロードしたい場合はキュアステーション連携設定内のキュアステーションのコンテンツを取得をタップします。注意文を確認し、OK をタップすると同期完了です。コンテンツの同期が完了すると、ステータスバーに表示されます。続いて、スマホとキュアステーション両方からデータを削除する方法をご説明します。一覧からデータを選択し、削除を実施すると、キュアステーション、スマホ、両方から削除されます。他に連携している端末があれば、その端末からも同様に削除されます。はじめに、個別にデータを削除する方法をご説明します。削除したいファイルをタップします。削除アイコンをタップします。項目を確認し、はいをタップします。これで削除完了です。まとめてデータを削除したい場合は、画面右上のチェックマークアイコンをタップします。任意の複数項目をタップしてチェックマークを入れます。画面上部の削除アイコンをタップします。はいをタップします。これで削除完了です。次にキュアステーションからデータをダウンロードする方法をご説明します。データの一覧からダウンロードしたいファイルをタップします。画面右上のメニューアイコンをタップし、キュアステーションからダウンロードをタップします。これでデータをスマホにダウンロードすることができました。まとめてダウンロードしたい場合は、データ一覧画面右上のチェックマークアイコンをタップします。任意の複数項目を選択し、メニューアイコンをタップします。キュアステーションからダウンロードをタップします。
これでダウンロード完了です。簡単にデータ管理のできるキュアステーションをぜひご利用ください。